場の皆様、本日は市政90周年記念川崎市消防音楽会定期演奏会にようこそお越しくださいました。本当にありがとうございます。
そしてそれを支える力強い産業づくりということを2つの大きな課題に掲げて取り組んでいるところでございます。地域の中で子どもたちが笑顔があふれ、そして誰もが幸せを感じることができる最高の町川崎を目指して取り組みを進めているところでございます。こういったような活動にもまた皆さんと力を合わせて元気で住みよい町づくりを進めてまいりたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。消防局もそうした意味では、地域の消防隊は救急隊の増隊の活動、あるいはヘリコプターの更新等々さまざまな形で防災力の向上、地域の安全安心を守る活動に力を入れているところでございます。こうした活動にもぜひ皆さんのご理解とご協力をいただければなというふうに思っている次第でございます。最後になりますけれども、今日消防音楽隊の一同、そしてレッドウィングスの一同ですね、それぞれの日頃の練習の成果を発揮して、皆さんにその元気の源をぜひ伝えたということで、非常に張り切っているところでございます。皆様におかれましては、ぜひですね拍手や、声援をいただきまして、この舞台や演奏を盛り上げていただくことをお願いを申し上げて、簡単ではございますけれども大会にあたりましてのご挨拶とさせていただきたいというふうに思います。本日は本当に多くの皆さんのご来場誠にありがとうございます。
一部、まずお聴きいただきますのは、マーチ川崎の音色です。川崎の音色は、市内の子どもたちから寄せられた歌詞と曲により作られた歌です。そしてそのメロディーをもとに、アメリカの人気作曲家、ジェームズ・バーンズが行進曲を作りました。私たちの町、川崎にふさわしい、明るく躍動感にあふれた曲となっています。改めまして、演奏は川崎市消防音楽隊、指揮は隊長井田博之です。それではどうぞよろしくお願いいたします。
ピード感あふれるメロディーがワクワクさせてくれます。複雑に絡み合うリズムも大変魅力的です。20世紀の後半から世界中で吹奏楽の作品が次々と生み出されていますが、そうした中でもこの曲はとても人気が高くて、日本でも頻繁に演奏されている作品なんだそうです。ヤン・バンデル・ローストさんは招かれて来日する機会が多く、音楽の街である川崎にもよくいらっしゃるそうです。それではお聴きください。フラッシングウィンズです。Thank you.
ていただきましょう。私たちは日頃、クラシックやジャズ、ポップスなど海外で生まれた音楽を耳にすることも多いと思います。今お聴きの吹奏楽もヨーロッパで誕生した楽がほとんどです。これから演奏する火の伝説は西洋音楽の手法で作られた吹奏楽の曲であることは間違いないのですが、その響きはまるで雅楽のようなきらびやかなイメージを感じられるものと思います。作曲者は大文字焼きなどに代表される日本古来の祭りや伝統行事から得た印象をもとに、心の奥深くから燃え上がる感情、祈り、自然に対する畏敬の念、そして先祖から受け継いだ命の湧き上がるような情熱を表現したと言われています。それでは火の伝説です。どうぞお聴きください。
さて次はまたもやグループの雰囲気が変わります。今度はバッハをお聴きいただきます。バッハにつきましては改めてご紹介するまでもないかもしれませんが、バロックを代表するドイツの作曲家で18世紀に活躍しました。音楽の父とも呼ばれ、生涯におよそ1100もの作品を生み出したとも言われています。普段はあまりクラシック音楽を聴きならないという方でも、バッハの曲は知らず知らずのうちに耳にされているのではと思います。本日演奏いたしますのは作品第140番、教会カンチャンタ目覚めようと呼ぶ声であり、第4曲、というふうにご紹介するとちょっと堅苦しくなってしまいますけれども、温かみのある美しいメロディーはきっとどこかで聞いたことのあるものだと思います。タイトルは聖書から作られました。花箱を迎える準備をしている7人の賢い乙女と7人の愚かな乙女の物語で、賢い乙女たちは出迎えの準備が整っているのに、他の7人が眠っているため目を覚ませ、というふうに呼びかける言葉によるものなんだそうです。目覚めようと呼ぶ声になり、それではどうぞお聞きください。Thank you.
ありがとうございます。審査委員と呼ぶ声があり聞いていただきました。第1部最後にお送りいたしますのは、皆様もよくご存知の歌劇カルメンから印象的な曲を集めたメドレーをお送りいたします。自由奔放に生きる女性を描いたカルメンは悲しい結末を迎えるオペラですが、これから演奏するメドレーは劇で使われている音楽を新たに構成し直して華やかに、そしてさらに情熱的な曲になっています。それではカルメンの歌をお送りいたします。
以上をもちまして第1部を終了させていただきます。ここで15分間の休憩でございます。